皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。私は今品川駅にいます。見えるかな。はい、品川駅にいます。今日は品川から新幹線に乗って小田原に行きたいと思います。小田原は神奈川県にあります。これから新幹線に乗るんですけど、新幹線の切符の買い方は去年動画で紹介したので、ぜひこちらも見てください。じゃあ新幹線に乗ります。今から改札を通ります。切符を入れて切符を取ります。ホームに着きました。新幹線が来ました。今回はこだまという新幹線に乗ります。アカネ的ミニ日本語レッスン。飛行機や新幹線に乗るときによく使う単語を紹介します。窓側と通路側です。窓側というのは窓に近い席のことです。通路側というのはみんなが歩くところに近い席のことです。窓側と通路側。小田原駅に着きました。改札に行きましょう。またさっきと同じように切符を入れて改札を出ます。 JR 東海道線の小田原駅の改札の上には小田原提灯があります。高さは 4.5 メートルもあるそうです。見えるかな。はい、今小田原駅に着きました。本当にあっという間に着きました。9時5分くらいに品川を出発して9時半にもう小田原駅に着きました。そして見てください、皆さん私の後ろに小田原城が見えますね。はい、今から歩いて小田原城に行きます。一度地図を見てみましょう。今いるのは小田原駅の東口です。現在地と書いてありますね。で、今から行く小田原城は調べたら歩いて10分ぐらいで着くそうです。すごい、いろんなお店があるし、もうオープンしてるんだ。おにぎりのお店、早いですね。見てください、このローソン雰囲気全然違いますね。建物と合ってて素敵です。見てください、あそこにもうお城が見えます。近いですね本当に。小田原城正面入り口はこっちなので左に曲がります。また地図がありました。今ここにいて、またちょっと歩いて右に行くですね。はい、行きましょう。あ、天気がいい。ちょっと寒いですね。今何度ぐらいだろう、多分8度かな。これ12月に撮影してるんですけど、やっぱりちょっと寒いです。はい、皆さんもうすぐ着きますよ。あそこに橋がありますね。綺麗、すごい。ここにちょっと説明がある。二の丸東堀。あ、英語もあります。よし、あっちに行きましょう。もうすぐ正面です。わあ、もう本当にいい雰囲気、雰囲気最高ですね。あ、でもこれ正規ルートじゃないのかな。こっからも行けるんですけど、多分、あ、向こうが正規のルートはこっちみたいなので、ちょっとこっち行ってみましょうか。もうすぐ小田原城に着くんですけど、やっぱりお城で撮影するのは本当に難しくて、一応聞いてみたんだけど、まあ中はね、お客さんがたくさんいるし、
お客さんの顔が映っちゃうからダメですと言われて、外観はいいっていうことだったので、皆さんにそのお城の姿、形、外観をお見せしたいと思います。お城に着くまでのこの道が素敵すぎて、皆さんここお散歩するのにいいと思いますよ。駅からも近いですし、もちろんね、お城の中に入ることもできるので、ちょっとね、入ろうとは思ってるんですけど、こう外をね、見ながら、景色を楽しみながら散歩するだけでもすごくいいんじゃないかなと思います。ここから入ります。はい、こちらが小田原城です。迫力がすごい。わー、綺麗、本当に。じゃあちょっとね、中は映せないんですけど、私たちはちょっとあの上に行ってみたいと思います。小田原城から見える景色も本当に綺麗でした。歴史に興味がある人はぜひ行ってみてください。ちょっとうどんが食べたい気分なので、このお店で食べたいと思います。ちょっと撮影できるかわからないんですけど、お店の人に聞いて撮影できたら撮影します。入ります。撮影許可取れました。お店の情報はこの動画の概要欄にあります。ありがとうございます。はい、じゃあね、またお伺いしますね。はい、こちらメニューに。ありがとうございます。はい、お品書きと書いてありますね。これメニューです。よいしょ、さっき撮影許可取ったので大丈夫です。このお店の前にもう1店舗聞いたんですけど、そこは YouTube ダメと言われました。お飲み物と、あとね、そそば、あ、豆腐もある。こっちが冷たいそば、うどんです。前に四国の Vlog でもうどんを注文する場面を撮影したので、興味がある人は見てみてください。温かいそば、うどん、やっぱり温かいのが食べたいな。いいですか、注文すいません。この自然薯の温かいそばで、はい、あと鍋焼きうどん、はい、鍋、はい、はい、以上でお願いします。で今ですね、ちょっとね、出来たてのね、そば粉を使ったそば豆腐っていうのがございます、はい、もしよろしければお一ついただけます、ね、どんな感じの豆腐ですか。お豆腐でもっちりしたお豆腐で、はい、わさびがついてて、めんつゆをかけて食べるんです。私わさびがちょっと食べられないんですけど、わさび抜きってできますか。あとそれか黒蜜きなこというのもございます。あ、じゃあそのわさび抜きのそば豆腐ですか。はい、じゃあそれでお願いします。ありがとうございます。じゃあお豆腐を一つで、はい、はい、では待ってください。お願いします。今お店の人がそば豆腐っていうのがあるからどうですかっておすすめしてくれました。ちょっと私も食べたことがないので、来たら皆さんにお見せします。そば豆腐が来ました。確かに見た目が普通の豆腐と色が違いますね。なんか白じゃないですね。うん、まだちょっと半分に分けたんですけど、なんかすごいね、もっちりしてる。普通の豆腐よりももちもちしてて、ちょっと粘りがありますね。いただきます。里芋とかに近い感じかも。うん、美味しい。すごい、友達のとろろがすごいですね。この下に、あれ、うどんだっけ、そばだっけ、そばか、そば頼んだ。すごいわー、すごい、ありがとうございます。ちょっとね、お熱いのでお気をつけください。はい、だけ開けさせていただきます。お願いします。美味しそう。熱海だったかな、熱海で撮った Vlog があるんですけど、その時も確か鍋焼きうどんを頼んでると思うので、そっちもぜひ見てみてください。いただきます。友達のこのとろろの下にそばが入ってます。うわー、すごいありがとうこれがネギ、卵、そして天ぷらですね。結構いろんな具が乗ってます。そして下にうどんがあります。ちょっと見せましょうね。よいしょ、ね、私はうどんにしました。熱々。じゃあいただきます。
熱いのでこっちの器に入れました。美味しい。体も温まります。温まります。これはかまぼこです。かまぼこは小田原ですごくね有名な食べ物なんですよ。小田原の名物です。よくお正月のおせちに入ってますよね。かまぼこです。美味しかったです。もう体がすごく温まりました。じゃあこれからお会計をします。あ、すいません、お会計はどちらで？あ、わかりました。クレジットか、あ、現金のみですね。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。あの投稿するときにお店の名前を概要欄に書いても大丈夫ですか？はい、わかりました。宣伝しときます。はい、ありがとうございます。すいません、急にもかかわらずありがとうございました。美味しかった。ごちそうさまでした。ちょっとこの辺をブラブラ散歩したいと思います。この景色本当に綺麗。山がはっきり見えるし、道路が広いし、そしてやっぱね天気がいいからいいですね。撮影日和です。撮影するのにちょうどいい日です。なんか、かわいいお店がある。これなんだろう、カフェ？あ、本屋だ。ブックカフェって書いてありますね。ちょっと撮影できるかどうか聞いてみたいと思います。今撮影許可取れたので、ちょっとあのお店の様子だけ紹介します。お店の情報はこの動画の概要欄にあります。こっちにはカフェスペースもあります。ここにドリンクと書いてありますね。コーヒーとかオレンジジュースとか、あ、軽食もあるんですね。ホットサンド、クッキーなどがあります。東京の生活史、150人が語り、150人が聞いた東京の人生。これすごい厚いですね。分厚いですね。いくら？4200円。すごい重いです。すごい。この本シンプルだけど、きっと生活について、人生についていろいろ書いてあるんですね。すごい。かわいい。あ、グッズも売ってますね。ステッカーとか、Tシャツもあります。あ、すいません、撮影終わりました。ありがとうございました。YouTube の概要欄にお店の名前とか書いても大丈夫ですか？はい、わかりました。ありがとうございました。すごい親切な店員さん。ちなみにこの今入った本屋さんは、さっきお昼ご飯を食べた場所からすごく近いです。あそこにそばって書いてありますよね。あそこで食べてからこっちの本屋に来ました。なので近いのでね、皆さんもぜひ来てみてください。ヤマト運輸、宅急便、荷物を送ってくれる会社です。はい、皆さん、小田原 Vlog はどうでしたか？楽しんでもらえましたか？いつも見てくださって、応援してくださって本当にありがとうございます。1月は YouTube、Podcast、Instagram などすべての SNS をお休みします。病気ではないので安心してください。ちょっと今年お休みが少なかったので、1ヶ月ゆっくり休んでリフレッシュして、また2月から投稿したいと思います。皆さんも体に気をつけて元気に過ごしてください。また来年もよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでです。また2月にお会いしましょう。バイバイ。ここからは日本語の字幕がありません。コメント欄の一番上に私が話している内容を日本語で書いておきます。2023年も動画をたくさん見てくださって本当にありがとうございます。気づいた人もいるかもしれませんが、
少し前に登録者数が50万人になりました。実は今年の夏は登録者数も再生回数もあまり増えなくて、もう来年からやめた方がいいのかな。新しくて素晴らしいチャンネルがどんどん増えているから、もう私の動画は見られないのかなと思っていました。50万人になるのは本当に奇跡です。そして今年は10社以上の企業がスポンサーになってくださいました。こんなにたくさん YouTube のチャンネルがある中で、私のチャンネルを見つけてくださってありがとうございます。いろんなところで撮影できるのも、スポンサーさんが増えたのも、見てくれている皆さんのおかげです。私が一人でどんなに頑張っても続けることはできません。皆さんがいるから続けることができます。いつも支えてくれて本当にありがとうございます。次の動画は2024年2月1日に投稿する予定です。2024年が皆さんにとって良い年になりますように。良い年をお迎えください。ではまた来年の2月1日にお会いしましょう。バイバイ。